ストローをこう3つぐらいつけて、で自分のあそこにセロテープで巻くじゃないですか。でこうプーって拭いたら皮が膨らむっていう。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。でそこからどうなっていったんですか。そこからさらにまあいろいろ苦戦はするんですけど、ちょっとお店がまあ普通に流行るようになったんですよ。でまあ20坪ぐらいの店でボックス7席ぐらいのお店だったんですけど、そこからまあちょっとじゃあ次のステップとしてもうちょっと大きいお店したいなって思って、でその大きいお店した時になんか僕の中で接客だけだったらダメだなと思って。のもあるのと、うん、もう一個はもう一回あのショーしたいなと思ったんで、うんうん、でショーパブをやったんですよ、はいはいはい、でそこもその、その時に 100% その時はまたうまくいかなかったんですけど、まあ、まあなんとなくなんとなくできてしまって、うん、でそれが27とか、うんうん、27から29ぐらいの間なんですけど、でその間になんとなくもう、なんか自分20歳ぐらいからの仲良くしてた女の子とかが、うん、みんなまあママとかになったりとかしてて、うんうん、でなんか要はショーパブって言ってもアフターのお店だったんですよ、うん、夜中クラブのお姉さんたちが、うん、まあ、お客さん連れて12時とか1時になったらうちのお店にショーを見に来てくれるみたいなお店で、結構まあ忙しかったんですよその時、うんうん、ショーのできる店っていうのは、はい、では満足はいかなかった。その時に満足いかなかったっていうか、僕ら経営者やってるって言ってもタレント経営者みたいな感じなんで、自分がやっぱりその表に出てなんぼだったんですよ。自分がやっぱりその完全に裏に回って経営だけをやって店が健全にうまいこと成立するっていうのが全くイメージできなくてですね。で、あと自分の年齢ってなんかなんとなくその27から29の時ってすごく30歳を行くことって怖くなかったですか。なんか僕すごく怖かったんですよ。なんかそのタレントやってたからもう終わってしまうんじゃないかなってぐらい思ってたし、その30になる前の自分ってもっとおじさんになるんだなって思ってて、で不安がすごかったんですよ。でその不安がいつもあった中で、なんか絶対に俺35までに終わる、終わった後のイメージっていうのがこう全くなく、終わるっていうか、うん、そのまあ、死んでしまうみたいなイメージなんですけど、うん、潰れてしまうっていうことで、うん、なんかその先って全本当に見えなかった、うん、でその状況でなんとなく東京っていいよとかってすごく言うようになってきたんですよ、うん、大阪の世の中が、はい、で僕もそんなにいたことなかったから遊びにしか、うん、でそんな本当とか言いながらなんとなくこう東京に目が向いててですね。でまあどうせ不安だから、まあ、ちょうどあの収入とかもまあ200万ぐらいはあったんですけど、まあいいわなくなってもっていうぐらいの気で、まあ、どうせもう30回ったらなくなるんだからぐらいのあれで、じゃあ東京に行こうっていう感じでですね。でもう覚えてるのが、2002年、うん、ちょうどあの、ワールドカップの時に東京に出てきたんですよ、はいはいはい、六本木に。でその時に六本木にケムシっていうお店をあの幼なじみと一緒に、まあ、立ち上げて、で、でも200もともとで言うと、はい、経営者っていう裏方ではなくて表に立ちたかったわけじゃないですか、はい、それがうまくいって、はい、で言ってもその月200万とかの収入が入るようになって、はい、ステージにも立てて、はい、でもその時それを手にした時にはもうこれじゃ終わるって思ったわけですよね、はい、もうじゃあもう不安で仕方がなかったです、なんとか立ち続けたいっていう感じでもない感じなんですか、はい、もう早く裏方に行きたいっていう経営者にシフトチェンジしたいっていう欲求に変わっていったいや全然そんなんじゃなくてもう単に自信が なかったですね。でいつまでも前に立てないイメージが、うん、結局は僕結構35ぐらいまでやってたんですけど結構35ぐらいやってたんですけど、うん、できるイメージがなかったんですよ、うん、なんか30だって踊ったり、それこそその超その今みたいなんじゃなくてアンダーグラウンドの世界だったんで、うん、もうそれこそもう全裸になって
っててやってたんで全裸になってやっててこんなことってすごく思ってて、でまあなんかそうですね、まあ、そういうイメージの中で、まあ、東京に来た感じですね。もうなんか東京に来たら何があるんじゃなくて、もうそれにかけるしかないなと思って、何か変わるだろうなっていう感じと、まあなんかね、多分東京の人以外みんな思うと思うんですけど、人生一度東京には東京で勝負したいわけじゃないですか、なんとなくそんなんも29が最後の挑戦だなって思ったし、でも今さらっと全裸でって言ってましたけど男性が全裸でステージでショーをするっていうのは俺見たことがないんで、見たことないですか、ね、はい、そういう店って他にもあったんですか。裸なるだけなのに変なプライドなんですけど、単にカラオケ歌って裸、まあ、お酒飲んで裸なるっていうのは、まあ、ある種サラリーマンとかでもするわけじゃないですか、飲んだ勢いでみたいな。 それをもうちょっとなんか面白いようになんかやってた感じですね、はいはい、へえ、はい、想像がつく。どんな感じだろう。いや、アヤマンジャパンのもっと行き過ぎた男性版みたいな。そうそうそう、見せれない感じですね、はいはい、だからそれこそもうテレビで見せれないような、僕らって何なのっていう考えた時に、まあ、テレビで見れないような笑いっていうのを提供するのが自分たちの使命だなみたいな、なんか要はそのここでしか見れないわけじゃないですか、そんな裸なるって そもそもその法律もアウトですしっていうことをなんか使命持ってやってましたね。だからそのコンテンツは亮太さんが考えて、はい、そうです、はい、もうだから前半かっこよく踊るじゃないですか、はい、で後半裸になってストローをこう3つぐらいつけて、で自分のあそこにセロテープで巻くじゃないですか、でこうプーって拭いたら皮が膨らむっていうそれを、女の子にこうやって拭いてって言って女の子キャーとか言いながらキャーとか言う拭くんですよ、はいはいはい、でなんかすごい面白いのがその引くんですよ、こんなことやったら絶対に、ね、初めて来たら、うんうん、引くっていうかもうドン引きなんですよ。そうですよね、ドン引きなんですけど、でもう一回何かのきっかけで来るんですよ、アフターの店だから、はいはい、要は二度と行かないじゃなくて、何、うん、か知らないけどお客さんに言われたから来ないと仕方がないなって言って、うん、で来るじゃないですか、でまたドン引きするわけじゃないですか、うん、ほんで3回目何か来ることがあるじゃないですか、はい、ほんならもうなんか慣れてくるんですよ、はいはいはい、慣れてきてもう普通に来るっていう、なんかこう刺激の変なマインドが入ってしまうというか、はいはい、まあ大げさに言いますよ、大げさに言うんですけど、はい、日常がつまらなくなるみたいな、うん、なんかなんとなく潜在意識の中で、うん、あれみたいなっていう、ちょっと新書に似てる感じじゃん、初めちょっと怪しいなって依存ビジネス超刺激の刺激中毒みたいな世界なんですよね、うんうん、で YouTube とかも当時もちろんなかったんですけど、うん、まあ、そういう風なんとかもなんか、まあ、今で言うなんかちょ過激系とか、まあ、ちょっとなんか迷惑系になっちゃうかもしれないんですけど、はい、スクランブル交差点を全裸で全力したとかみたいな感じ でそれを店内で映像編集とかも簡単じゃなかったんで当時、はい、で映像編集させてそれを店内で流したりとかして、こいつら何やってんねんみたいな感じで、スクランブル交差点全裸とか、はい、それとか竹下通りのクレープとかももう本当に全裸で注文してみたりとかっていうようなこととか、それもう今のなんか過激 YouTuber なんて非じゃないですよね。非じゃない。ちょうどつい先日人気 YouTuber のジョーブログのジョーさんとなんかこう対談みたいなのしてたんですけど、はい、そのスクランブル交差点でベッドをあれして寝るっていう15秒ぐらいっていうのをやったらもう全て失ったと、その炎上してもう自殺の仕方とかが DM で送られてきたりとか、でその何倍もひどいですよね、はい、そうなんですよ。僕だからなんかそういえば、まあ、そんなことをやってて、まあ、お客さんを楽しませるなんかちょっとなんかちょっとすごい集団だったんですよ。ジャッカスみたいな。あ、そうです、それこそそうです、うん、だから本当ジャッカスみたいなことをいっぱい店内でショーの映像として流すために、はいはい、そうです、はい、もう本当になんかいろんなことありましたよ。へえ。で僕そこから後に全国で10件ぐらいやったんですよ、店で。男の子そういうショーできる
あの子たちが400人ぐらいいててですね、うんうん、その地に、はい、でその時にやっぱり最後にもうダメだなって思ったのが、あのうちの男の子たちがなんか王将に全裸であの撮影をして王将に入って、まあ、もちろん交渉したらしいんですよ、はい、あいいですよいいですよって言ったんですけど、はい、それをなんか正月のカレンダーみたいなのに作ったらしいんですよ。でそれがまあちょうどその、ま、Facebook とかがあの流行りだしたぐらいの時 で、はいはい、でまあ、それでそういうなんか拡散されて、はい、今でいうその当時そういう炎上するっていうことを知らなかったんでこんな風になるんだって、それが大変なことになって、うんうん、まあ、それが本当最後ですね。なんかもうそこで、それは金沢のお店だったんですけど、うん、金沢の店はもう それで潰れてしまったとか。それ炎上で どうなるんですか、どうなったんですか当時。あのお騒がせ投稿ってちょっと流行ったん知ってます、例えばコンビニの店員さんが、自分のところのコンビニの冷蔵庫にこう入って寝たりとかして、はいね、でそれを動画上げるとかっていうようなのがあったんですよ。 で僕もいやこういうふうなのよくないよなって思ってて、いやよくないというか、わ僕らもこんなんやりそうだな、気をつけないといけないな、気をつけないといけない。僕もうちょっとその時もうだいぶ店出てなかったんで、うんうん、であの気をつけないといけないなとか言って、線引きってちゃんとガイドライン決めてやろうみたいな感じにちょっとなってきたんですよ。僕らも、はいはいはい、僕らもそうなってきて、でもこうやっぱりね、今までのその流れというか風潮がそうだから、うん、まあ、そういうようなこともちょっと声が届かず、うん、でも最後の最後もうそのお騒がせ投稿がもう連日連夜もうニュースになるぐらいになってて、うん、あんでそれのもう本当にとどめみたいな感じで、あの王将で全裸で撮影したみたいな感じでうちの店バーって乗ったりとかして、あ、まあ、それで世間騒がせて、まあ、うちの店それで亡くなることになって、それは王将に訴えられるとか。訴えられましたね、王将に。あ、なるほど、はい、そうなんですね。ジャッカスだ。じゃあジャッカスとか見た時結構メラメラとライバルシーン、めちゃくちゃ燃えましたね。ですよね、はい、ね、でもやっぱりアンダーグラウンドにいたからそういうやり方って分からなかったですよね。今だったらなんとなく分かるんですよ、うん、まあ、簡単に言ったらどうやって DVD 出して、でそれを法律に合わせながら DVD 出して、うん、どうやってメディアに載せて、どうやってこうあのいろんな人に見てもらおうかとか、うん、どうやったらこういうドンキーとかに置いてくれるんだと分かるんですけど、うん、まあ、当時分からなかったですからね、うん、いいなとは思ってたんですけど、うんうん。Don't forget to always walk on the wild side.